さんお邪魔してます。お邪魔してますかどうかわからないです。あ、ゆえみん元気になりました。すいません、本当にありがとうございます。まあ、今からちょっとズームズデイの配信をしていきます。これは今あのね、イベントをやってるんですよね、私たち。そうなんですよ。これが始まる、始まってるか。そう、イベントに6月1日から30まで1ヶ月間イベントがあります。そうです。まあ、ズームズデイっていうのはね、あのスマホゲームなんですけれども、はい、あのまあ17期生の AKB48 の17期生18研究生がガチバトルボリューム2ということでですね、そうなんですよ。あの、まあパトゥーなんですけど、ちょっと今日は一緒に仲いいって感じです。そうやっていきたいと思います。はい、そうですね、イベントの説明なんですけれども、まあ、まず Zoom's Day っていうスマホのアプリのイベントでございます。そして、はい、まずそのゲームで戦うチーム戦となっていて、まあ優勝得点そしては、広告掲載載っちゃいます。載っちゃいます、街中に。そして、ファン特典がございまして、まずですね、あの参加いただいたファンの皆様にも参加特典がありまして、じゃあちょっと説明いいですか。はい、なんとイベント終了時に各同盟の戦力1位の方がメンバーのみんなからの個人メッセージ動画が届きます。やばすぎ、激アツじゃないですか。届きます。個人メッセージでしょ。そう、個人メッセージ。誰かに個人でメッセージする、あ、そう、動画を送ることができます。送ってもらうことができると。そうなんです。あとは戦力5位、5名の方、同盟戦力が上位5名の方にメンバーのサイン入り T シャツ、お、サイン入り T シャツがもらえま す。そしてイベント終了時、全同盟戦力1位の人が参加メンバー全員のサイン入り T シャツ、え、サイン入り全員の、はい、ね、でも全同盟ってことは多分17期さんイベント終了時500万戦力達成者全員、なんと全員にメンバーの、あ、クリアカードがもらえます。そして勝利チームの3同盟合計の戦力上位3名寄せ書きの入りの新曲 CD プレゼントを寄せ書き。そうなんですよ、いいですね、CD がプレゼントされちゃうですよ。豪華しかもサイン付きのシーズってあんまりそんな多くないので、うん、レアだと思いますので、じゃあぜひこのね、はい、5つの参加特典がございますので、ぜひ皆さん私たちと一緒に頑張っていただいてですね。で、あの同盟の入り方がわからないよって方がいると思うんですけども、あだけどですけども、うん、X、 あのそう、あのね、アプリは必ずストアとかからダウンロードするんじゃなくて、ダメです。絶対に必ずイベントホームページからダウンロードしないといけませんので、そこのとこよろしくお願いしますね。あと同盟ニックネームが書いてありますので、そこからご参考ください。はい、で、iOS ですね、あの iPhone を使ってる iOS の皆さんのは、あのトラッキングを最初に許可するしないっていうのが出て、あの絶対に運営さんの X もフォローしていただくようにお願いします。お願いします。 Android の方ってできますよね、もちろん。はい、できると思います。あの Android の方もあの必ずイベントホームページからダウンロードしていただくようにお願いします。皆さん、あのそこが重要です。そうですね、機種関係なくできるので、ぜひやってみてください。で、まずイベント開始情報解禁が昨日の6時にされたと思うんですけど、まず第一集計が6月14日の金曜日の18時に行われます。あの2週間後の金曜日に行われます。そして、はい、第二集計がその翌週の6月21日金曜日18時で、最終集計のイベント終了が6月30日の18時で、結果発表がの得点準備がその終了後に行われるので、1ヶ月みっちり頑張りましょう。頑張りましょう。何をダウンロードするの？Doom's Day っていう。Doom's Day です。しかも Doom's Day。しかもホームページからダウンロードしていただかないと同盟
ドゥームズデイインストールしてきていただいて、まあ、はい、あ、やってるよ、ぜひやっていただけると嬉しいですね。でも結構楽しいですよ。そう、なんかね、トマトとか板とかゾンビ倒したりとかしてます。そう、ひたすらゾンビ倒すゲーム、簡単に言っちゃったらそうかもしれないです。そう、なんかまあメインストーリーがあるんですけど、そのために結構ゾンビとかね倒していく感じになってまして、ですね、まああの、あとは、うんうんうん、あ、そうだ、絶対に指定サーバーっていうか、あの地域が決まっていて、あの536地域に入っていただかないといけないので、そこはお願いします。難しい、ちょっと進めてて分かると思うんですけどですね、ホームページ見た方が、ホームページにも説明が載っている。あ、だだ、いいのか、音鳴ってあのホームページにあのダウンロードとかいろいろ地域を移転っていうすごい難しいやつがいっぱい説明書いてあるので、多分それを見た方が分かりやすいかもしれないです。今私たちもやっております。はい、なんか本部っていうところがあるんですけど、一番真ん中にそれをどんどん上げるとなんかポイント化されて、例えばですね、13レベルだと100ポイントとか、14レベルになると200ポイントとかあるので、それをまずどんどん上げてって、あと戦力感じで、戦力は建物のレベルと研究とか訓練する、うん、兵士を訓練したりヒーローを獲得してレベルアップさせていくと上がるらしいです。はい、まあ、そんな感じのゲームですね。はい、あの競う内容なんですけれども、同盟メンバーの皆様には戦力と本部のレベル、今ゆめみが言ってくれたように、戦力と本部のレベルを上げていただきます。そして同盟の総戦力、個人の本部レベルなどをそれぞれポイント換算して、そのチームの合計ポイントで勝敗を決定しますので、なので皆さんが、うん、あの同盟に入っていただけるととっても嬉しいです。はい、皆さんの協力が必要なので。そうですね、はい、あのファンの皆様、推しのメンバーが所属する同盟に加入していただいてプレイしていくような感じになってます。あとはゲーム紹介なんですけれども、ゾンビに乗っ取られた近未来の世界が舞台のサバイバルストラテジーゲームですって台本通りに読んでしまったんですけど、もう本当に簡単に言うとね、ゾンビをひたすら倒しまくるんですよ。結構楽しいよね。結構楽しいですよ。ひたすら結構あの、なんだろう、もういろいろねやっていけるので、でもみんなでなんか結構協力プレイな感じありますよね、うん、同盟のみんなと一緒に。あるある。で、そうですね、結構ストーリー性もあるので、あの高いタワーディフェンスを楽しめますということでそうですね、あとは、まあ、あの資源とかを領地を広げたりとか、まあ、逆に奪ったりすることもあるので、みんなで守ったり攻めたりしながら楽しんでいくようなゲームになっております。おい、はい、すごい。そうですね、あとは言い残したことはあるかな、ありますか。うーんあとはね、でも本当になんか本当にしたいです最初はあのチュートリアルとかがあるので、ひたすらそこを進めてもらって、あのチャプターに沿って進められるので、あの簡単に結構あの本決戦まで進むので、そこは進めてもらえると嬉しいですね。なんか本部ってところがあるんですけど、本部が13レベルにならないと多分ポイントがもらえなくなってしまうので、頑張ってとりあえず上げましょう。私はちょっとまだ7レベルなので、今から頑張りたいと思います。私は13レベルなので、やばい、やばい。
で、必ず536地域への移動をお願いしたいです。はい、統一のサーバーでやらないといけないので、必ず536地域での活動をお願いします。プレイヤー名はそのうちチュートリアルが終わった後に5ぐらいになったら変更できるよね、確かレベルが。できます、多分。あ、お、地域への移転方法。はい、で、地域への移転方法なんですけれども、チャプターを進めますね、まず。チャプターを進めて、チャプターを進めていくと偵察基地っていうのが建てられるようになるので、そこまでプレイしていただいて、そしたら地域っていう場所が出てくるんだよね、この。そうなんですよ。ちょ、見えないわ。なんか左下に地域っていう地球儀のマークが出てくるので、そこをタップすると、あの5さん、そこで多分指定の地域を選択なので、そこで536ってことですか。そう、536になってるのかな。で、それは絶対間違えないようにしていただいて、で、次へってとこをタップすると移転になります。うん、多分なんか申請してくださった方いたと思うんですけど、多分まだ申請は絶対通ってるので、皆さんお待ちください。入ってくださった方ありがとうございます。序盤は1同盟につき60名まで参加可能ということで、が同盟の研究とか建物建設を進めると上限枠を増やすことが可能なので、頑張って進めていきましょう。そのまず地域の移動、地域を移転させないと同盟は申請できないので、まずチュートリアルを終わらせてから、あの地域の選択まで行けるといいかなと思います。でもなんか結構説明でバーって言ったらちょっと難しい感じするんですけど、でもチュートリアルなので、そうシュシュっていきます。そう、私のさ、どこにもさ来るわけよ、こういうなんかみんなからの、え、みんなさんがくださったの、私もありがとうございます。みなさんの助けありがとうございます。同盟しないとプラス、同盟の数も大、もう人数も大事でも、同盟の皆さん入ってくださったらどんどん戦力とかも強くなれるので、皆さんお願いします。なんか6月14日までの8時までに本部レベル13以上の方、人数に1人につき100ポイントなので、皆さんとりあえず13レベルを目指しましょう。はい、そんな感じかな。うん、説明だけだとね、そうなんですよ、あれちょっと難しいって思っちゃうかもしれないんですけど、全然難しくないので、本当にちょっとゲームあんまり得意じゃない私でもスイスイできてるので、絶対できます。皆さんなら。でも私たちも分かんないことが出てくると思うので、そこを皆さんにも教えてもらえると嬉しいですね。ゾンビは怖いです。でも倒せます。え、でもゾンビ怖いけどすぐ倒せちゃいます。皆さんとりあえず本部レベルを13人一緒に目指しましょう。私も今やってます。私も頑張ります。頑張ります。間違えたえ、でもこれなんかどんどんレベル進めるによってなんか難しくなってきます。ゾンビがどんどん倒せなくなってます、私。え、マジ。はい、
今ずっと2の10で苦戦してます。13に行くまでどれくらいかかった？ずっとひたすらこの皆さんにやるよっていう前からずっとやってたんですけど、4時間ぐらいずっとやってた時もありました。すごっ、ボートビーってやってました。2人ともこういうゲームは得意なの？私初めてなんですよ。本当ですか？私もどっちかっていうとあんまりやったことないんですけど、ゾンビがこうやってきたらわーって言いそうになっちゃう。レベルアップしろって言われた。皆さんもぜひダウンロードしてくださると嬉しいです。初見です、ありがとうございます。まさやさんのところだけど、で今からやればなんとかなります。皆さん大丈夫です、一緒にやりましょう。今はゾンビ倒してます。頑張ります、ありがとうございます。めっちゃもこもこに、ただやってる人、ただゲームしてる人みたいな。皆さんぜひ同盟入れたりしたらコメントしてくださったら嬉しいです。このメンバー承認ってさ、同意しないといけない？あ、ダメ、間違え、危ない。公演お疲れ様、ありがとうございます。え、これは何？なんかそれ同盟のやつですか？なんかそれはまた私もあんまり分かってないんですけど、自分の研究のところがあって、そこを上げていくとそれも戦力になるらしいので、それもいいと思います。ありがとう。ゆめみんの同盟先入った、ありがとうございます。あ、同盟申し込んでくださった方がいました、ありがとうございます。こんにちは。でもこれ結構ハマっちゃってずっと集中してやっちゃいます。私皆さんもドゥームズデイ一緒にやりましょう。ドゥームズデイです。ホームページからダウンロードしてくださったら嬉しいです。それは X のツイートしてあるので見てくださったら嬉しいです。めっちゃ真剣にやってる。こんにちは、朝からずっとやってる。わかります。無根って言われてますね。ね、集中してた。集中してました。超ムズ？超ムズではない？ポテト同盟に入りました。イエーイ。ずっとね、このゾンビが倒せなくてすごく嫌です。すごく強いんです。この何やばい、なんかトリケラトプスみたいな。なんかすごいやばいやばいやばい、間違えた、ぼっとしてたら、あー、またダメだ。
家帰ったらやります。ありがとうございます。こうやってあの冒険がうまくいかなかったらヒーローレベルを上げるとあのどんどん強くなるので、それおすすめです。あと地球儀の外を押して、地球儀の外に出ると草むらに出るんですけど、草むらの中にいるゾンビを倒、草むらの中にいるゾンビを倒すとヒーローレベル、それで強くできます。ちょっと説明難しいんですけど、え、これ何、どういうこと、どうですか、イベントしなさいってなってんだけどさ、これでここにタップするとゴールで戻ってきた。え、多分こ、何ですかこれ、ねえ、何なんですかこれ、なんかうん、難しい。ね、音がしてるのは雨の音です。 ASMR です。私は今からゾンビを探しに行きます。なんかね、ヒーローを強くしないとゾンビは倒せないので、今ヒーローを強くしてます。サコネルです。え？そう、ゲーム音じゃなくて、え、ガチの雨の ASMR です。今日雨降ってるので皆さん気をつけてください。攻略法？自分的に思う攻略法はやっぱり本部レベルをずっと上げることと、あと研究をめっちゃしてます。研究というものがあるんですけど、本部レベル8になった。お、私今14にしてます。そう、雨のエースになるんです。ローモみたいな、そう、ロードモバイルもやらせていただいてたんですけど、すごくそれと似たような感じなんですけど、うん、でもどっちも面白いです。いや、置ける場所がないよ、ね、え、なにそれ、なにそれとかじゃ、町に戻さないとわからない。あ、多分草むらにいていいんだと思います。わからない。こんにちは、皆さん質問とか何か言ったらたくさんコメントください。はい、いいね、はい、すごいラブリーな背景。私なんか今ゾンビを倒すやつやってるんですけど、2の10の
それがねずっとクリアできなくて今苦戦してます。これ攻略法とか調べた方がいいのかな。街に戻した方がいいかも。うん？私もちょっとわからないので、とりあえずゾンビ倒すことに精一杯になります。こんにちは。で、同盟ね、入り方ちょっと難しいかもしれないんですけど、ホームページを X のツイートからホームページを見ていただけると嬉しいです。あのね、ゾンビがね、ゾンビが強すぎてですね、戦えない、負けちゃうんですよ。何回やってもすごく悔しい。今勝てそうです。あ、勝てました勝てました。やっと次に進めそうです。なんかこのゲーム画面の下に女の子がいるんですけど、このゾンビに食べられてしまった女の子しまった女の子、飼われてしまった女の子を、あの注射をして治療をしてどんどん助けていくんですよ。あ、それがメインストーリーだったよね。そうなんですよ。それをやっていくといいのです。そして本部レベルが14になりました。あひたすらやるしかないんでマジで。そうなんですよね。でもなんかさ、闇雲にさ、いろいろ立ててたらさ、はい、いろいろなくなっちゃいますよね。置けなくなってさ、今めっちゃ整理したあ、同盟に入ってくれた方ありがとうございます。アイコンが私の方にいました。ありがとうございます。動かせんのこれ。なんかいろいろ動かせるそうですあんまり難しいんですけど、皆さん本当にお心配をおかけしました。あとですね、この訓練、なんかゾンビに戦ってくれる兵士とかを訓練すると戦力上がります。なのでもうとりあえず分かんなかったら研究して訓練してっていう繰り返しでいいのかなって思って、私は訓練いっぱいしてます。配信何時までやりますか？やばい。あ、そろそろ。そろそろ。そろそろ。そろそろ終わらないと。実はこの後公演があるんです。知ってる方もたくさんいらっしゃると思うんですけども、公演があります。二巻公演久しぶりなので頑張ります。これ結構集中してますね。さこちゃんや、さこちゃんお邪魔してます。
の隙間時間に公演の2回公演の隙間時間に配信するの初めてだし、先輩と配信するのもきっと初めてです。先輩先輩と配信するのは初めてです。先輩カスミン今日いないですよ。カスミンいないんですよ。珍しい組み合わせだね。確かに同じ埼玉です。じゃあそろそろ終わりますか。そうだね。皆さん公園来てくださる方お待ちしてます。雨なので気をつけてください。そうだよ、めっちゃ降ってるからね今。あ、咲いた。じゃあランキング読みますか。あ、じゃあということで、あの、まあまた改めて説明するんですけど、次今度まだチュートリアルやって始めたよって人が多いと思うのでまた説明したいんですけど、あの今度ねまた説明する機会も多くので、その時にまでにはチュートリアルを終わらせて14日までにホームレベルを13に上げましょう。はい、X のツイートをもう一回するのでそれも見てください。はい、そしてあの戦力を上げるためには建物のレベルを上げたりとか、研究所で研究を進めたりとか、部隊を訓練させたり、あとアイテムのね獲得とかタスクを進めていくことによってあの戦力が上がっていくので、どんどんもうただひたすら進めてくださいで同盟を大きくしていくためには人数をたくさん集めたりとか、近くに集まって要塞を建設したり、要塞を建てた周りが領地になったりするらしいです。ワールドマップのハイブマインドなどをみんなで倒したりとか、すごい、まあ、技術でメンバーでみんなで協力して同盟のバフを上げていく。ヘープで同盟メンバーの建設、建物建設や研究の時間を短縮したりすることですね。これ結構このヘルプ結構皆さん使い合って助け合ってきますよ。それが同盟の助けます。なんかいい感じ、同盟の意味みたいな。そうそう、同盟ならではの戦いになってます。で、同盟に入れなかったりとかやり方がわからないといったあのお悩みがございました、イベントホームページに記載の問い合わせフォームから問い合わせいただくようにお願いします。お願いします。ということで皆さん頑張っていきましょう。頑張りましょう。で、じゃあ読んでいきます。やべやべやべじゃあ13位、せーの、ウフィさん、ありがとうございます。12位、スペーシュフィッシュ55さん、ありがとうございます。11位、にゃんほそさん。10位、みみさん。9位、うららさん。8位、あーるさん。7位、りょうさん。6位、ともみだりさん。5位、佐世保のてっちゃんさん。4位、おやちゃんさん。3位、のりのさん。2位、りょうさん。1位、レオンさん、ありがとうございます。皆さんお邪魔しました。ありがとうございました。来てくれてありがとうございました。さこいめみでした。ということでドゥームズデイ、ね、みんなで一緒に頑張っていきましょう。ライバルだけど頑張っちゃいます。バチ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 。今回は17期が取れます。18期が取れます。はい、ということで皆さんの頑張りが必要なゲームになってますので、ぜひよろしくお願いします。はい、じゃあ夜公演頑張ります。またね。はち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 。